ね。少し時間あるか。お前に頼みたいことがある。川辺の広場で待ってる。天狗という生き物を知ってるか。白くてモフモフした猫のような動物だ。昔はこの里にもたくさんいたらしい。事情があってそいつを何とかして手に入れたい。お前に協力を頼めないか。天狗を捕まえてほしい。誰にでも天敵はいる。天狗がいそうな場所を知らないか。そうか。ならその辺に詳しそうなやつを知らないか。里の古株ならわかるかもしれない。椿、あいつか。正直相手にしたくないが仕方ない。あいつに会いに行くぞ。わかったわ、任せて。やってやる。私に任せなさい。おや、ありがとう。
奇遇だな。あなたたちは研究所の任務の前の腹ごしらえか。仲良くやってるみてえだな。こいつが噂の侍野郎か。すかした野郎だな。なんか言ったらどうだ。あ？飯の邪魔をする奴は殺す。もうっておい何しよう。ういっててててててて。話せてめえ。やろう、いきなり何しやがる。完璧に関節を決めたはずだ。どうやって逃げた。悪いな、肩外せんだよ。面白い。大丈夫だ、俺が勝つ。容赦、そこまで。物の不動士の喧嘩はご法度です。おとなしくしてください、ホムラ。こいつから仕掛けてきたんじゃねえか。こら、カムナ、あなたもそのくらいにしなさい。チッ、クソつまらん。体力が有り余ってるらしいな。気が向いたら研究所に来い。こき使ってやるぞ。じゃ、しっかりな。覚えてろよ、タコ。そっちこそな。バカはこれだから。お前についてくさ。you
と。強くあらねば。Yeah!
しよ。よし、また勝てたわね。異界者稀に幽霊が出るらしいわ。別に怖くなんてないわよ。私に用とは何だ。お前に見せたいものがある。カムナに聞いたわ、あなたが小動物好きだって。そこであなたのために連れてきたわ。私のために？相変わらず動物が苦手なのか。すまないな、ケイラ。昔から弟は小動物がダメなんだ。猫が原因でジンムシンが出たことがあった。そう、それは大変ね。天子はケイに懐いているようだ。そばに置いてやってはどうだ。きっと天子も喜ぶ。さて、このバカを運ばないとな。手を貸してくれるか、椿。げ、この図体を私たちで？確かに面倒だ。それはさすがにちょっと。ありがとう。あのさ、
よ。君は。まずたゆまず頑張って。どうした？いらねえぞ。侍の陣所が。いけない。続いてきます。お前たち、ついてこい。住民を助ける。